使っちゃったらここスキル値ぶっ飛ばしていく。でここね抜けしてくると思うんですけど、スキルに入り旗逃げちゃうよね。でそこで逃げちゃうけどスキル戻ってくるんですよ。ということでこれで撃たしていく。いやマジで強い。でここはい回避しましたと。回避するんだけど戻ってきてぐるんってしますよと。はい素晴らしい、いいね。こんにちは、ドラゴンワローのオブシクソ。どうも皆さん、ドラゴンワローです。ぜひチャンネル登録、高評価とよろしくお願いします。ということで、本日もバンティラッシュ楽しく遊んでいきたいと思うんですけども、本日はチャンスカードを使って、現ロジャー環境で、マジで活躍が期待できる赤属性フェース限ディフェンダー、トビロッポ、ページ1使っていきたいと思います。はい、こちらのページ1、なぜね、現環境で活躍していけるか、まずはキャラ特性の方を見ていきましょう。はい。なんとキャラ特性に書いてある通り、このページ1、気絶無効化でございます。いや、これマジででかいでしょ。多分ね、姉ちゃんのね、ウルティにね、ウルズがされまくったんでしょうね。もうだから気絶無効なんですよ。だからね、ロジャーから旗を守れると、さらに、スキル2のね、発動後、一定期間ダウンしなくなりまして、ダメージ 70% かと、さらに特性エリアで味方のね、自分自身にも体力回復とバフもかけれると、そして攻撃を受けると 100% まで上昇するスキル値、攻撃力アップということで、めちゃめちゃ優秀なんですが、このスキルね、スキル1、スキル2に書かれていますが、両方、吹っ飛ばし続いているんですよ。いや、マジこれ強いよね。両スキル吹っ飛ばしってなかなかいないんでね。なので、両方スキルで吹っ飛ばすことはできますし、バフもかけると。そして特性2の方だと、お宝エリアにいるときダメージ 30% 軽減がつくなど、めちゃめちゃ耐久力に優れてて、吹っ飛ばしも持っている、守れるキャラということで、このね、優秀なディフェンダー、ページはもう、さらに耐久力上げるために、今回はこちらの、鬼ヶ島ルフィメダル3種つけてリーグ戦やっていきたいと思います。まずは、うちりルフィですね。ジジムのお宝エリアにいるときには 5% ダメージ軽減して体力 14% 追加特性3つつけております。では、次のメダル2番目は3センチョルフィメダルですね。こちらイベントメダルなんですけども、お宝エリアにいれば自分チームじゃなくてもダメージ 3% 軽減できるということで、まあこちらは攻撃のね、防御に振っております。これによってね、先ほど紹介したページ1の特性2と合わせて常にですね、常にお宝エリアでダメージ大体 40% 軽減できるんですよ。まあディフェンダーなのでね、基本的にはお宝エリアにいるので約 40% 軽減常にすることができるということで、めちゃめちゃね、耐久力に優れているので、余裕でね、多分3分耐久できるんじゃないかと思います。では、最後ですね、こちらね、ロジャーに対して火力出すために、レッドロックメダルつけていきたいと思います。得意属性の敵に 5% ダメージ増加するよということで、タグもね、6つすべてフルでついている、こちらの最強ルフィメダル3種つけて、ページ1、リーグ戦で頑張っていきたいと思います。めちゃめちゃね、活躍できると思いますので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。では、試合に、レッツゴー。では、1試合目やっていきたいと思います。お相手さんには2か2体、ロジャー1体、アオシャン1体ということで、まずはじゃあ A 旗からね、守っていきましょうと。まあ、でも、両スキルに吹っ飛ばし持ってるキャラ、最近だとね、ガンフォールとか、工場でも出てきましたが、まあ、未だに少ないんでね、そこら辺も貴重ですし、何より気絶無効をね、最初から、まあ、短縮メダルとかつけないで、メダル1枠開けたまま特性だけでカバーできるっていうのは、マジで強いんでね、ぜひ皆さん、ページ1使ってみてくださいと。ただ、今回のね、自分の動画で使ってくれるからね、どうか決まると思いますので、ぜひ頑張っていきたいと思います。じゃあまずは次 B 肌守っていきましょう。まずはじゃないね、次は B 肌守っていきましょうと。ただあそこでミドシャンとロジャーやってきたね。ロジャー来ました。じゃあここやっていきましょうか。ロジャータイマンからこっち来ると思うんで、今日通常当てて、おお、カムサリ早いな。早走っていくかと思ったら全然、オッケー、回避使ったね。回避使っちゃったらここスキル値ぶっ飛ばしていく。ここ旗しっかりと剥がせると。いや、マジで、おわ、ちょっと、ね、無敵早いな。スキルに被っちゃったよ。今スキルに使おうと思ったのにね。いや、まあどうしようか。まあとりあえずここ旗抜かせるか。旗抜かせてーの、ここ、はいはい、旗の終わりゲーム。オッケー、通常当てて、おいすぎ、涼しい。ナイス、歌、サンキュー。いや、歌だ、強いな。今2万4000出たぜ。そんな威力高かったっけ。まあそうか、得意属性だもんね、赤属性だから。よし、じゃあやっていきましょう。じゃあ B 旗もう一回貯めてーの、あそこの旗はミドシャンが抜き切れそうだけど、まあ大丈夫か、抜き切れるね、一人で。よし、じゃあここ守っていきましょうか。ただね、お相手さんにキッドロー2体になっちゃったね。ロジャー1体、キッドロー2体か。結構きついけども、あそこで C 型じゃ守ろうか、次ね。キッドローがブースト来てるのはちょっとまずいんじゃないの、それ。ちょっとね、ミドシャンで守りきれるか、これ。ちょっと待って、ミドシャンちょっと一回ひどいんじゃない、そこ、顔が可愛いぞ、マジで。
そこ怖いけど、ゆかちゃんここ旗抜かれたところにぶっ飛ばしつけていく。いや、これでかい、マジで。スキル違うね。結構早く溜まるんですよ。これ見て、めちゃめちゃ早く溜まるのよ。いや、これも相当強いな。よし、じゃあ、ここの、よし、行きましょう。ここ通常当てといて、ブーストだからね、OK、そして、で、ここ C 肌持っていきましょう。C 肌も折り切れたら、これ結構強いんじゃない、残り1分。OK、さ、グー、ナイスキル。火力エグいな、レイリー。ブースト状態でそんなに強いか。うわ、ちょっとカムサリ。カムサリマジさ、タイミングがわからん。タイミングわからんよ、未だに。オッケー、じゃあここスキルでぶっ飛ばしていきよう。オッケー、素晴らしい。ナイス、カリゴ、いいね。ただ、ここで防御下がっちゃったけども、どうしようか。ちょっと待って、これまでよ。ちょっと待って、これどうしようか。オッケー、スキルに使って。いや、マジか。カウンター、ちょっと今怖かったんだけど、やっちゃいました。はい、スキルにね、皆さんに見せたいなと思ってやっちゃいましたけども、ただ、ここ、うわー、マジか、バジュランゲも来たよ。ちょっと待って、これまずいかもしれん。ただ、ただですよ、皆さん、スキル値もう溜まっております。じゃあ、ここミートション、アタックして、アタックして、オッケー、通常やっていきの。ちょっと待って、これまた無敵。でも全然大丈夫。ダメージのね、耐久が入っていますね。ただ、ここ大丈夫か？ここまず、はい、通常でやっといて、通常でやっといて、スキル値もう溜まってるよと、スキル1ぶっ飛ばしていく。オッケー、数字ぶっ飛ばしての、スキルに溜まりました。行きましょう。で、ここね、抜けしてくると思うんですけども、スキルに、はい、旗逃げちゃうよね。で、そこで逃げちゃうけど、スキル戻ってくるんですよ。ということで、これでぶっ飛ばしていけ。いや、マジで強い。これで旗守れるからね。ただ、ここ行け、さっきダウンしたから、多分、よろけ向こう、俺まだついてるよな。頼むぜ、よろけ向こうついてるからよ。よろけ向こうついてないわ。やばい、終わったかもしれない。終わったかもしれない。終わったかもしれない。終わったわ。では、2試合目やっていきたいと思います。いや、まあ、さっきのはしょうがない。正直言ってね、しょうがないです。さっきのは、まあ、よろけ向こうをね、ダウンしてからね、一定期間はつくんだけど、まあ、そうじゃないとつかないからね。まあ、スキルに消されちゃったりとかもあったから、よろけ向こうついてなかったけど、今回はね、スキルにさっきみたいに無敵とかね、まあ、カムサリに被らないように発動していきますので、ぜひご期待くださいと。ただ、シアド抜かれちゃったけど、オッケー、落としてくれたね。いや、マジ強いよな、やっぱり。な、ロジャーに対してね、強いキャラってやっぱ、今、まあ、ミドシャンもそうですし、ミドシャン、ゾロ、あと、ページワンかな。ミドちゃんゾロページワンかなと思いますけども。まあ、ページワンもうちょっと活躍させたいね。まあ、さっきはちょっと被っちゃったからな、スキルがね。まあ、カムサリとかと。あそこ一人かな、やばいな。ちょっと待って、これまずいかもしんない。行った方がいいかな。ただ、ちょっと待って、これまずい。あ、オッケー、抜かれちゃったね。まあ、しょうがない。切り替えてみましょう。じゃあ、シーハタ、ま、溜めたと。どこ行こうか。めちゃめちゃ迷いますけども。待って、どうしよう。いい旗行くべき。ちょっと待って、降りてきそうなんだよね、上が。そう。なんか上にいる人がさ、降りてきそうなんだよ、さっきから。ただ、まあ、いいか。シーハタ行こう。シーハタ行こうか。シーハタ行くわ。降りてきたわ。降りてきましたけども、じゃあシーハタ行くと見せてで OK。ページワンじゃねえ。ページワンとルフィだね。やっていきましょうか。ルフィ、お前ページワン見えてないだろ。お前ページワン見えてないやん。おい、ちょっと待って。ちょっと待って。射程が短かったけど、OK、やるって、逃げて、逃げて、はい。火力が低い。火力が思ったより低かったな。ちょっと待って、これまずいぞ。おい、お前俺のこと見えてないんか。ちょっと待って、殴ってダウンさせていくけど。だってバジラグも残ってるかな。ちょっと待って、ただ溜めてただけだもんね。オッケー、通常当てて。待って、俺のこと見えてないんか、さっきから。ピージョン、待って、ブースト来ちゃった。これまずいぞ。ちょっと待って。ロジャーもいるし、ちょっとこれまずい。オッケー、じゃここ、オッケーだ、オッケー。見ましたか。全然大丈夫。オッケー、こう。あ、待って、これボットかもしれん。ちょっと待って、これボットかもしれんわ。待って、これ終わったかもしれん。これ待って、終わったかも。それ、歌はきついよ。正直、歌はね、きついです。はい、まあ、やっぱ、歌にされるとね、しかも、ブースト来てたから、あいつさん。いや、ブースト、まあ、正直ない。まあ、切り替えていきましょう。スキルに使って、ここ、はい、回避しましたと。回避するんだけど、戻ってきてぐるんってしますよと。はい、素晴らしい。いいね。いや、これ強いよな、マジ、スキルに。全然ね、ページワンって環境にね、正直いないっす。いないんすけど、いないからこそね、こうやってたまに使った時に、スキルをね、みんな忘れてるから、めちゃめちゃ刺さるんですよ。ただ、ここ、OK、殴っていきたいけど、もう、短い。ページワン。お前、ペジャン、短いって通常、マジで。オッケー、ここ、はい、やって、オッケー、回避誘った、オッケー、さん、ナイスキル。じゃあ、ここ行こうか。C 旗もう託せ。2回に託します。多分2回、お前に任せる。もう自分は A 旗行きましょう。で、A 旗行ってる、誰かいるな、アルベルいるな。ちょっと待って、これ待って、まずい、ちょっと待って、これまずい。どうしようか。こっちのアルベル行こうか。アルベル行きましょう。アルベルスキル使って、ガン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 と行って、ちょっと待って、なんでよ。ちょっと待って、何今何何の壁さっきの。俺、旗取ったよね。ちょっと待って、まずい、それはさっき A 旗逃げてくる。サンキュー、勝ちましたけど、ページは何やってんのと。はい、ということでね、チャンスカードではそこまで稼ぐできなかったですけども、まあ、特性とね、スキルの吹っ飛ばし自体は、現環境にめちゃめちゃ刺さっていると思いますので、まあ、よろけ向こうがついてない時はかなり厳しいですが、ロジャーからのね、全然守れると思いますので、ぜひ皆さん、ページワン使ってみてください。ということで皆さんご視聴ありがとうございました。これからもね、バウンティーらしいの実況動画たくさん投稿していきますので、ぜひチャンネル登録、高評価コメントよろしくお願いします。では皆さん、次回の動画でお会いしましょう。ご視聴、ありがとうございました。